はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、チョモランマタケシです。今日も元気に NBA 2K モバイルやっていきたいと思います。で、今日もね、ヘッドトゥヘッド、見てください、このギギラギャン。なんか最近噛むな、ちょっとマジで。噛みがひどいっすね。はい。改めて、見てください、このギギラギンな感じ、ということで、諦めずにね、前動画出したと思うんですけども、ピンクダイヤ引けませんでしたけども、まあ、これはずっとやっていきます。僕のルーティーンとして。スーパーパック、ピンクダイヤ出るまでね、引いていきたいと思います。じゃあ、まあ、スーパーパック1個だけ出たんでね、引いていきましょう。まあ、まずはちょっと他のやつ引いていきます。はい、シルバーパック。まあ、シルバーパックでもね、ダイヤ。おー、これはちょっとダメですね。まあいいや。まあ、一気にめくりましょう。はい。はい、ドラフトピックはこんな感じです。はい、続いてゴールドパック。お、2枚いきましたね、選手カードが。じゃあ、右からいきましょうか。鍵。エリック・ゴードン、鬼傷。3つ目。安定の感じだね、安定の感じ。はい、じゃあ、3つ目。何が来る？と。お、1枚だけ入ってる。右から。ドラフトピック。鍵。そして最後、最後、ドッ、まさかの、まさか、ちょっと待って、まあ確かに前のダイヤ引きとか、まあ鬼引きとかね、騒いでた頃は確かに、いやゴールドパックでも来るんすけど、まあ、非常に低い確率で、まあ、スーパーパックでしか来ないだろうと思ってて、ずっとやってたんですけど、まさか一発目で、ゴールドパック引いてしまうとは。ゴールドパックで PD。しかも、これ持ってないっすね。やば。はい。やばい。やばい。じゃあスーパーパックめっちゃ期待できんじゃん。てか次のゴールドパックも、まあさすがに2連チャンは来ないと思うけどね。さすがにね。お、でも、さっきと同じ1個だよ。1個の方が期待できんじゃない？右からドラフトピック、ブースト、ちょっとさっきマジ衝撃だった。マジ本当に不意打ち。絶対来ないと思ってたもんね。来てダイヤだと思ってたから。おー、オニキス。安定の。これが安定のゴールドパックですよね。はい、ドラフトピックはこんな感じ。はい、で、これですよ。いや、さっきもうすでにピンクダイヤ来ちゃってるんですけど。行きましょうか。行きますよ。ドッ。来い。マジ怖い。じゃあ、お願いしますよ、マジで。スーパーパック。来い。おーし、スーパーパックで2枚来てんのありがたい。じゃあ、まず1枚目。ブースト。こっからドキドキですよ、真ん中。さっきもうゴールドパックでね、PD 出てんですから、スーパーパック24時間待ってるわけですから、その労力を考えたら、PD2 連来てもおかしくないですよ。では、行きましょう。真ん中。なんかデジャブー、これ。よく見る。ねえ、スーパーパックはもうオニキス出ないってなんか確約してくんないかな、最低限。スーパーパックなのになんか中身が本当にゴールドパックとか、シルバーパックとかと変わんない。なんかさ、1000匹欲しいよね。ちょっと、でも爆上がりの可能性もあるんでね。捨てませんけど、いきますよ。いきますよ。えい！よっと！やっば！いや、これなんすよ。本当にこの、ヘッドトゥヘッドのパックの醍醐味。
これなんすよね、皆さん。これをね、見せたかったんすよ。ずーっと。ずーっと、でもこの前、スーパーパック4連引いて出なかったじゃないですか。あれ、マジ1週間ぐらいずっと貯めて、引いて、貯めて、引いてでやって、いやー、まあ、ギリ来るもんなんすね。いや、これはやばい。これ神回だわ。1回の動画でピンクダイヤ引き2回収められちゃった。これやばいっすね。永久保存版冷凍パックです、これは。はい。チョムラマタケシの NBA TV。 はい、という感じで、ちょっとね、私のコレクションじゃ見せましょうか。こっちでピンクダイヤで相当して、はい、私の今のところコレクションが45分の14ということで、まあまだまだ、まあ3分の1ぐらいなんですけども、結構ピンクダイヤでいわゆる極上の上から2列のところは、ビル・ラッセルとジェームズ・ハーデン、アンソニー・デイビスもらってます。これはね、ワンドミとかじゃなくて、あの普通にシーズン報酬とかでもらいましたね。ドラフトピックかシーズン報酬か忘れましたけど。で、ヘッドトゥヘッドのパックで今引いたのは、マジ初めてだったんで、マジで、初めてだったんで、全部、あの、シーズン報酬か、シーズンクリア報酬か、ヘッドトゥ、ドラフトピックで出たやつですね、全部。で、3列目以降は、ウィルト・チェンバレン、ピート・マラビッチ、カール・マロン、ドレックスラー。で、さっき出ました。まあ、これ持ってたんですけどね、テイタム。で、ドミニク・ウィルキンさんは作れるよっていうので。で、デローザンも作れるよ。で、さっき引いた、これ今、さっき、あ、今引いて、新しく加わりましたね。ランドル、そしてポルポル。で、ベンシも作れるよ。ドノバン・ミッチェル。アロンゾモーニング作れるよ。CJ マッカラム、D ローズ、ウィギンズという感じですかね。はい。まあ前もダイヤも無料だけでも半分近くぐらいまでは集められたんで、まだまだね、出てないカードもあると思うんで、これからね、また根気よく集めていきたいと思います。まあこのヘッドトゥヘッドのパック引きはね、継続的に続けていきたいと思いますので、また、たまり次第ね、動画アップしたいと思いますので、ぜひぜひご期待いただければと思います。はい、じゃあ最後ちょっとランドルのとこで終わろうかな。はい、またね、次回動画お楽しみに。では今日はこれで失礼いたします。バイバイ。いやー、マジでやっぱ出る PD 引きはできる。